はい、ということで今回はですね、一番くじ僕のヴィランアカデミア A 賞しがらきとむらマスターライズフィギュア、こちらをですね開封していきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、ではですね、まずパッケージから見ていきましょう。こんな感じになってます。はい、で最初に、まあ、少し映ったかと思いますが、しがらきが一番大きい箱でしたね。うん、さすがの A 賞って感じですかね。といっても、まあ、造形の問題だと思いますので、しがらきはコートを羽織ってますからね。広がる造形というのもあってか、4種類の中でも一番大きい箱になってました。はい、では開けていきましょう。お、今回はブリスターに入ってますね。一部とかじゃなくて完全に包まれています。では中身見ていきましょう。でこれはビニールが巻かれてるだけですかね。うん、中にはなさそうです。ということで、まあ、置くだけですかね。はい、こんな感じです。いやー、これ少ししかまだ見てませんが、めちゃくちゃかっこいいですよ。うん、撮るのが楽しみです。はい、ではですね、まずは全体をいろんな角度で見ていきたいと思います。こんな感じになってます。はい、ということで、うん、地獄の一番くじオンライン争奪戦を勝ち抜いて、なんとかしがらきくんをゲットすることができました。ほっとしております。はい、で今回なんですが、ちょっとコミュニティの方でアンケートを実施させていただきまして、開封動画どれが見たいですかって投稿しまして、うん、本当たくさんの票ありがとうございました。で、しがらきが一番だったんですが、今見たらトガちゃんになってました。うん、やっぱりトガちゃん人気ですね。なんですが、すいません、最初はしがらきくんだったのと、私は今回、うん、A 賞狙いだったっていうのもあり、今回はしがらきとむらにさせていただきます。うん、まあ、ですので、後日ですね、まあ、トガちゃんもやろうかなと思います。うん、で全部とかもコメントいくつかいただけまして本当に嬉しかったんですが、まあ、一気に開封となると数日投稿すらできなくなっちゃいそうなので申し訳ないです。一つずつやらせていただきますのでご理解よろしくお願いいたします。はい、ではですね、お次回してみるとこんな感じになります。はい、で今回のくじを引かれた皆様、まだ到着してない方もいらっしゃいますかね。そんなお声も聞いたんですが、これ発送どういった仕組みなんですかね。一応ですね、私引く動画も投稿させていただいたんですが、もうほんと11時と同時くらいにすぐに入れてもう即引いたんですよね。まあ、ですのでやっぱり早く買った人からどんどん発送みたいにもなるんですかね。うん、まあ、でもその後も引いたのでそれを同時発送もしてくれましたし、うん、その辺はやっぱり融通も聞かせてくれたっていう感じなんですかね。まあ、なので、うん、早く引いた人から届くのかなとも思いました。うん、全然そうじゃなかったらすいません。はい、ではですね、お次近目からも見ていきましょう。はい、で、うん、本当最近疲労が厚すぎますね。本誌もですし、アニメも6期で、フィギュアも市販品に9時に続々と到着と、今めちゃくちゃ暑いです。で、まあそんな中、今回の、うん、オンライン限定9時、まあ良かったという人もいれば嫌だったっていう人も、まあある程度多いでしょうね。うん、若い方とかだと支払い絶対大変ですよね。うん、まあでもそうですね、例えばクレーンゲームとかも、であと他のメーカーさんもオンラインくじなんて増えてますので、やっぱりネットへの流れとかもあるんでしょうね。うん、で、まあ、今回は一応マイナーではあるじゃないですか。敵だけのくじにはなるわけで、ワンピースの赤鞘とかもですが、なんか脇役くじみたいな、メインじゃないコア層に向けてはなんかオンラインくじみたいな流れ来てるんじゃないかなって感じしますよね。うん、まあでもそれこそ誰もが引きたいくじみたいなのがオンライン限定となるとやっぱり荒れちゃいそうな気はしますが、うん、まあ一部の熱狂的なファンラインナップとかとなると、今後もオンラインのみで来るとかはやっぱりありそうな気しますよね。うん、まあですので実店舗派の方にはちょっと嫌な仕様かなとも思いました。
うん、まあ、私は結構ドキドキする感じが好きなんですけどね。で、まあ、今回、ヒロアカの、まあ、人気であろうマスターライズのシリーズが来ちゃいましたからね。で、そして、ヴィランのみって、やっぱりすごいくじだと思います。で、私はですね、死柄木が欲しかったんですよ。もう本当それだけでもいいくらいだったんですが、あの動画を見ていただいた方ならわかるかと思うんですが、まあそううまくはいかないのが一番くじですよね。まあそんなわけでよかったらそっちも見ていただけたら嬉しいです。はい。で、まあなんとかゲットできた死柄木なんですが、いや、期待通りと言いますか、うん、やっぱりこれもですね、たまにある、これくじフィギュアでいいのかクオリティなんじゃないかと思ってます。うん、まあ品質みたいなのはやっぱり一番くじだなっていうのはあるんですが、うん、しっかりコストかかってできてそうなんですよね。あの広岡くじって本当毎回いいですよね。でも今回もとても良さそうなので、うん、しがらきくんどんな感じで仕上がってるかっていうのをですね、まあ、この後少しだけ画像でご紹介させていただこうと思います。はい、ではですね、お次画像にもしてどんな感じだったかっていうのを見ていこうと思います。で、まずはお顔ですが、どうでしょうか。うん、かっこいいです。やっぱり大きいので細かい表現が作り込んでありますね。肌自体は赤血色だと思いますが、目周りですとか口周り、これ塗られてるので、うん、リアルで気になりません。うん、なんかむしろ赤血色でもそれが死柄木の肌の質感に見えてきます。で、髪の毛、グラデっぽい塗りではないですが、これだけ細かい造形なので自然な影だけで十分リアルに見えますね。あのギリギリ目が見えるっていうのいいですよね。はい。で、死柄木は、まあ、情報量が多いキャラクターデザインかと思いますが、とりあえず本体から見ていきましょう。で、まず首ですとか胸とかこの辺はですね、うん、ここだけでもやっぱり細かい作りですよね。ウェザリングのような濃い陰影になってまして、であと手もですね、まあ、同じ感じでなんか若干汚れみたいにも見えますが、うん、やっぱりこの栄養をとってなさそうな不健康そうな造形、やっぱりすごいと思います。はい。で、インナー部分もあのこれ一色で割とツヤもあるんですが、成型色っぽくもない気がするんですよね。あのグラデではないんですが、シワが細かいのですごく見た目が良かったです。で、パンツがですね、なんかどうしたって感じのすごいツヤありなんですよね。で、これも部分的にネイビーっぽいようなグラデになってまして、で、なんでしょう、全体的に光沢でも塗ったのか、うん、すごいパンツだけテカってるんですよね。うん、なんかそういう材質表現なのかもですね。はい。で、足もこれ単色ですが肌色塗られてるっぽくて、で、靴もしっかり塗られてそうですね。紐なんかも細かくはみ出しもなく綺麗ですし、で、靴裏造形まで、うん、完璧だと思います。はい。で、台座もですね、うん、これいいですね。あの補助パーツじゃなくて、まあ、単色なんですが安定させられるためだけにちょこんとある、うん、このジオラマ風台座っていうのはすごくいいと思いました。はい。で、コートもですね、これも単色っぽい感じで塗られてそうでした。あまりグラデーションっていう感じもなくて、まあ、よく見ると部分的に色が違うようにも見えます。で、シワですとかボロボロな感じの表現なんかもよくできてますし、で、ベルトがですね、これ内質パーツで成型色ですかね。うん、まあ、でもそれが材質の見た目の違いみたいな感じになっていてすごい良かったです。はい。で、死柄木といえばこの特徴的なたくさんの手のパーツなんですが、これも手はそうですね、まあ、成型色に陰影塗装っていう感じですかね。で、ゴールド部分は塗られていて、端の部分なんかはウェザリングのような少し黒い色の感じにも見えました。うん、間違ってたらごめんなさい。はい。で、この赤い紐かコード、うん、あのこれも塗られてると思いますので、いや、これ本当に造形に塗装に、うん、作り込んである感じがします。いや、本当にかっこいいフィギュアでした。うん、あのすごいですよね、ジーザス・キヌガサさんでしたっけ。うん、あの前にも言ったんですが、岩倉さんのような手原型ですよね。これはあの味のある作りというか、まあ、岩倉さんだと、うん、結構個性強めの造形になる気がしまして、うん、あのそれもすごくいいんですが、キヌガサさんのはやっぱりキャラ本来の見た目をしっかり維持しているような感じがして、うん、いや、これ本当にすごいフィギュアだと思いました。
いやー、これはですね、粘った甲斐がありましたね。ゲットできて本当に良かったです。いやー、大満足のフィギュアでした。はい、ではですね、最後にもう少しだけ写して終わりにしたいと思います。まあ、そんなわけで最高のしがらきフィギュアだったわけですが、もう本当現状ダントツで一番いいですよね。まあでもスケールもことぶき屋さんくらいしかないですし、もともと高額フィギュアは今でこそヒロアカは女性キャラなんか増えてきましたが、男性キャラはそんなに出るものでもないですからね。比べるものも全然ないっていうこともあり、で、しがらきに関してはビジュアルの変化問題もあるので、比較もそんなにするものでもなく、今後もどれがいいかっていうのはあまりないかもですね。まあでも、もともとたくさんフィギュア化されそうなキャラではないでしょうし、今回のフィギュアっていうのは本当にゲットできてよかったなと思ってます。まあ市販品としても、ことぶき屋さんがバージョン2出すか、エスファイアさん、ベルファインさんあたりが出すかとか、ありますが、どのビジュアルで来るかも分かりませんからね。本当今回は抑えておきたいフィギュアだったかと思います。やっぱりマスターライズいいですね。トカちゃんやダビも楽しみです。トワイスもいましたね。はい、でダビとかもすぐに見たいんですが、ダビの開封動画はあれですよね、雑談しにくいんですよね。で、あとコメントとかも気にしないとなので、扱い難しいキャラですよね。もうやめておきましょう。はい、ということで、開封にすごい悩ましいキャラだと思ってます。まあでも本当にこのシリーズ素晴らしいので、今後も増えていってほしいですよね。まあというか、でも出そうですよね。例えばビッグ3ですとか、前回やったトップ5じゃないですが、今後活躍しそうなキャラ、マスターライズ化するんじゃないかと思ってます。まあ最近だとコストかけるのもなんか難しそうですけどね。ぜひとも続けていってほしいのと、でもし出るのであればやっぱり集めていきたいなと思ってます。まあでも今回は本当運よく集められましたが、ヒロアカすっごい人気ですからね。毎回うまくいくとは限りませんからね。でそれにヒロアカは嬉しいことに素晴らしいスケールフィギュアも増えてきましたので、選択肢も多いですからね。まあやっぱりあれもこれもとはいかないので、今後も、まあ、特に気になるものを中心に集めていきたいと思ってますので、ヒロアカお好きな方、また興味あるフィギュア動画ありましたら、ぜひまた見に来てください。はい、ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では以上になります。今回は一番くじヒロアカ、ビラアカですかね、A 賞しがらきとむらマスターライズフィギュアの開封動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。